青森競輪のライターモリントワイライトレース、今シリーズは S 級シリーズスポーツ報知杯、初日の競争もいよいよ最終レースということになります。12レースは S 級初日の特選です。今シリーズのシードメンバー7名がスタート地点に揃ってきています。1番から順にご紹介をしたいと思います。12レース S 級初日の特選です。1番が愛知吉田俊博です。2番が埼玉宿口陽一、3番神奈川和田まくる、4番埼玉の武藤達夫、5番が宮城竹内智彦、6番が神奈川の東龍之介、そして7番が宮城斉藤俊信、以上7選手の戦いとなります。3番車和田まくるです。ここ青森は3年前の全プロ以来、F1 戦を走るのは今回が初めてということになります。実績的には有力な優勝候補の一人、持ち味のスピードでシリーズを席巻するかどうか。4番車武藤達夫です。11年前7月にここ青森でデビューしています。4番武藤、追い込む選手として着実に実績と実力を積み上げました。今関東地区有数の追い込みレーサーであります。宿口を援護して抜いたところが一番人気です。メンバー全傾姿勢、12レース S 級初日の特選です。最後の3番和田がゆっくりとハンドルの手をかけています。号砲鳴って12レーススタート。序盤の一緒に1番吉田俊博先頭で誘導を追っていきました。外枠でした様の和田まくる、初手は中段が取りました。現在2番手です。6番の東龍之介3番手、5番の竹内智彦、4番の武藤達夫と続いています。2番宿口陽一スタートを控えて、初手は後ろ攻めということになりそうです。最高峰7番の斉藤俊信の序盤戦です。1週間目の3コーナーのカーブ、各ライン初手の位置取りが決まっています。1番の吉田俊博は正攻法、1番前からの競争となっています。人の後ろのレースが中心の今の戦歴ではありますが、依然として自力でも強いところを見せています。今その力を見せられるかどうか。1番の吉田俊博、こちらが1番前からの競争です。マークは5番車竹内智彦がつけました。前走の砦では最終日に1勝、勝ち上がり戦は流れが向かなかったんですが、3着2回とまとめていました。5番の竹内、青森は得意走路、北日本勢は二手に分かれました。3番和田まくるは中段で3番手のスタート。マーク6番車東龍之介、難関神奈川勢、外枠でしたが初手が中段が取れました。あとは2番の宿口陽一、後ろ攻め5番手のスタートになっています。今人の後ろを回ることも多くなっていますが、依然として自力での強さも随所で見せています。メンバーと展開に応じた総力戦ですが、初手は後ろ攻め、今日は後ろ2人という条件でどういうレースを見せるか。マークは4番同県の武藤達夫がつけて、埼玉の3番手は7番宮城斉藤俊信がつけています。青森は今季早くも2回目になります。先月は初日の特選を勝って決勝2着と好走したばかりであります。北勢宮城勢分かれまして、斉藤は埼玉の3番手を選択しています。さあ、まもなく残る2周回、赤羽のホームに入ろうというところです。後ろ攻めから2番の宿口陽一が上昇です。1番の吉田俊博が前受け、中段は3番の和田まくる、2番の宿口が1番の吉田を叩いて先制しました。3番の和田まくるがさらに動いてきそうです。邪魔な2コーナー誘導、残って2番の宿口先頭、3番の和田まくるがさあ叩いていって、2車でどうでしょうか、かけるかどうか。2番宿口は十分の3番手、1番の吉田俊博は足を温めて後方6番手で、ジャンの3コーナーから4コーナー、さあ初日は先行か。3番車和田まくる、和田が2車でジャンからの先行ですが、さあ後方が飛んできました。1番車吉田俊博、いいタイムでかわしていった。先頭1番車吉田に変わってくる。後ろは5番車竹内智彦、ラインの2人で切ってかまされた。3番和田は3番手、さあこれを2番の宿口陽一がまくってくる。先頭はかました1番吉田俊博、マーク5番車竹内智彦、まくって2番の宿口、3番手から2番手接近する。砂漠5番車の竹内、間をつく4番の武藤、直線コース。先頭1番車吉田俊博、外から2番の宿口陽一捕まえました。2着は4番の武藤です。埼玉ワンツーの決着。一応の中井は4番手から上昇で赤羽のホームに入っています。先頭3番の早坂修吾、一応の中井大輔がゆっくりと上昇して、まずは3番の早坂を叩いて先制しました。早坂はざっと下げて5番手、邪魔の2コーナーに入っています。前後入れ替わりました。
1番中井大輔、赤番から出て、さあこのまま長い仕掛けに持ち込むか、さまだ早坂は5番手、どこでかましてくるのか、ジャンの3コーナーに入っています。先頭1番車中井大輔、中井がこのままさあペースを上げていって先行体制に入るか、さまだ早坂は5番手、ジャンの4コーナーからスパートしていきます。さあ先頭1番車中井大輔駆け出していますが、さまだ早坂シグのかまし、さあ生きるかどうか、一発張ってごめんなさい川口幸太郎、さあさまだ早坂できれるか、2コーナーからバックにあります。逃げる1番車中井大輔、ガードしている5番車川口幸太郎、さまだ早坂は生きるか、3番手に待ってちょっと厳しいか、7番の上原切り替えて3番手の外並走、そこから踏んでくる、4コーナーから直線です。先頭1番車中井大輔、番手5番車川口幸太郎、外から7番車上原リーですが、5番の川口です。川口抜けました。2着はどうか。後ろ攻めに4番の染谷幸喜、染谷が4番手から上昇してレースは残り2周回、赤羽のホームに入っていきます。先頭1番の鈴木健太郎、鈴木は先頭ですが、4番の染谷幸喜が叩いて先制しました。3番の山田浩二、5番の貝坂秀明、2番の渡辺康平が4番手になって、6番の木村直隆も切れ目切れ目で現在5番手、1番の鈴木健太郎はさっと下げて6番手で足を止めて、ジャンの3コーナーから4コーナーに入っています。先頭4番の染谷幸喜、染谷が2周の先行か、1番の鈴木は6番手で動かずでレーサー最終周回です。さあさらにペース上げました。4番の染谷幸喜の先行です。マーク3番山田浩二、3番手5番の貝坂秀明、あとは近畿短期の2人、2番渡辺康平と6番の木村直隆。さあ後ろから1番車鈴木健太郎、2コーナーからスパート溜めて一発まくり、さあどこまでいけるか、3番手から今手、さあスロード接近する、張っていく様の山田浩二、4コーナーから直線です。先頭4番の染谷幸喜、番手様の山田浩二、さらに5番の貝坂も来ますが、様山田浩二です。山田は抜け出しました。2着は5番の貝坂か。中段は近畿の2人、後ろ攻めから静岡ラインシンが上昇してレースは残り2周回、赤羽のホームに入っていきます。先頭7番坂本周作、2番の小林則之がまずは叩いて先制しました。6番の小林文也がさらに叩いて出るかどうか、ジャマイの2コーナーに入っています。先頭は2番の小林則之、小林が前々勝負、これを6番の小林文也がジャンで叩いていって、さあ2車で先行するか、2番の小林則之は中段取って3番手、7番の坂本周作は足を溜めて5番手でジャンの4コーナーから最終周回です。先行は6番車小林文也、小林は2車でジャンからの先行、さあホーム5番手から7番の坂本周作、巻き返し早くも中段の3番手が接近、2コーナーからバックに入っています。先頭6番車小林文也、さあ一気にまくって7番車坂本周作、前段捉え切りました。マーク1番新山正史、そして4番の小笠原翔太、青森で3人で切って4コーナーから直線コースに入っています。先頭7番車坂本周作、マークラ1番車新山正史、新山が差し切ったか坂本か、両者1着争いです。どうでしょうか、坂本踏ん張ったか。レースは赤番のホームに入っていきます。先頭5番の箱田雄貴、箱田が前受け、中段6番市川健太ですが、様の竹澤浩二が箱田を叩いて先制しました。市川健太は箱田は切らずに中段に乗ってきましたが、箱田は3番手で粘りました。ジャメの2コーナーです。3番竹澤の先制、6番の市川がさらに切って、これを5番の箱田がさあ叩いていくのか、ジャンの3コーナーです。先頭6番車市川健太、市川がジャンから出ています。さまの竹澤浩二は3番手で粘って、さあ5番の箱田と3番手並走ですが、さあ箱田はこの位置から決めに行くのか、レーサー最終周回です。先頭6番車市川健太、中段は5番の箱田を取り切りました。1番の鈴木、そして4番の青森と続いて2コーナーからバックです。逃げる6番車市川健太、市川の先行、2番の山崎ミシテルが後ろを見ています。最終3コーナー、5番の市川は足を使って5番の箱田足を使って3番手、4コーナーから直線コースです。先頭6番車市川健太、マーク2番の山崎ミステル、外から5番車箱田雄貴の行手が箱田抜け出してゴール、2着どうか、4番の青森か、外1番の鈴木も突っ込んでいます。レースは赤羽のホームに入っていきます。先頭2番の磯川和弘、磯川が前受け、まず難関勢6番の野代元が動いて2番の磯川を切って前に出ました。4番の元綱優は中段に追い上げてきて2コーナーからバックに入っていきます。
2番の磯川はここで粘って2コーナーからバックに入ります。さあ先頭のゴンシャー野城へ元前々に行きますが、4番戻すのが叩いていってジャンの3コーナーに入っています。さあ4番戻すのが叩いてこのままかけるか、しかし2番の磯川も来ています。ジャンの4コーナーから最終周回。さあ4番戻すのを突っ張った6番の野城へ、これを2番の磯川が叩いて最終先行です。マーク5番車は中田健太、東京埼玉で2人はできりました。6番の後ろへ前々に動いて3番手、しかし遅れて4番の元砂が3番手に入りました。2コーナーからバックです。先頭をかました2番の磯川勝弘、マークは5番車中田健太、かなり足を使いましたが4番の元砂、さあ3番手から決められるかどうか。さあ外を踏んでくる4コーナーから直線です。先頭2番の磯川勝弘、マークは5番車中田健太、1番の鷲田も来ますがどうか、ゴール前5番中田か、中1番鷲田、先頭2番の藤井英治、藤井が前受け、5番の一の部屋後ろ詰めから上昇です。さあ藤井が突っ張るか、踏み上げています2番の藤井英治、5番の一の部屋も気配を感じつつ一旦下げました。2番の藤井英治踏み上げて5番の一の部屋を引かせて、そのまま先行体制に入ろうとしています。マーク4番の原慎二、6番の妖怪寺弘之、さあ近畿チーム3人でかけて、短期1番中村俊之助は4番手に乗ってきています。5番の一戸はさあ5番手からサイド動いていった、じゃあの4コーナーから最終周回です。先頭2番車は藤井英治、緩んだところ5番車は一戸のかましですが、さあ行けるかどうか、両者先行争いです。2番の藤井英治と5番の一戸康弘、さあ両者が並んでいますが2番の藤井が合わせてきました。4番の原慎二2番手、3番手6番の妖怪茶広之、1番中村俊之助いい流れで4番手、あとは様の磯田は切り替えて5番手で3コーナーから4コーナー、逃げる2番車は藤井英治、踏ん張りきれるかどうか。4コーナーから直線です。先頭2番車藤井英治、番手絶好から4番の原慎二が抜け出してゴールです。2着2番藤井英治か、あと6番の妖怪茶広之と続きました。レーサー残り2周回、赤羽のホームに入っていきます。まず後ろ詰めから2番の堀亮介上昇しました。堀が上昇して4番の高橋を切って前に出ました。7番の伊藤が叩いて先行か、その前に様の坂井優太が動きました。2番の堀が切った上を様の坂井が切って、これを7番の伊藤がさあ叩いて2車で先行か、様の坂井優太は中段の3番手、2番の堀亮介は中段4番手、4番の高橋成秀は足を溜めて6番手で、じゃあの4コーナーから最終周回に入っていきます。初日の特選は先行です。7番さん伊藤慶太郎、ジャンから2車で先行しています。中段を取ったのは様の坂井優太と2番堀亮介3、4番手、4番の高橋は足を溜めて後方から動いて、さあ4番手に接近する。2コーナーからバック、先頭7番車伊藤慶太郎、これを射程圏3番手から3番坂井優太のまくり、逃げる7番伊藤捉えました。様の坂井優太乗ってくる2番車堀亮介、4コーナーから直線です。さあ一騎打ちか、先頭様の坂井優太、後ろが2番車堀亮介、堀が詰めてくる、詰めてきますが3番の坂井か、振り切ったか、あるいは堀か。同県4番の若原秀信がつけて、短期1番辻本達也が最後方です。レーサー残り2周回、赤羽のホームに入っています。2番の太田隆起が前受け、6番の藤井は抑えに行きません。赤羽の1コーナー、ここで動きました。さあ2番の太田隆起、さあ合わせて踏み上げていって、このまま先行体制突っ張っていきそうです。ジャン前の2コーナーからバック、6番の藤井亮也動きましたが2番太田隆起出しません。前受けからそのまま突っ張って先行体制です。インから1番の辻本がさあ伝っていって、どこを攻めるか、3番手を狙っているのか。ジャンの4コーナーから最終周回、先行は2番の太田隆起、辻本は5番手まで下げてきました。レーサー最終周回です。先頭2番車太田隆起、突っ張っての先行無風でした。5番の高瀬卓、7番の雲野厚夫、様の望月則夫、4人がすんなりと出て2コーナーからバックに入ります。1番の辻本は5番手、6番の藤井亮也候補6番手で最終3コーナーに入っています。逃げる2番の太田隆起、会場を飛ばしています。さあ逆転があるかどうか、5番車高瀬直線コース、先頭2番の太田隆起、マークの5番車高瀬卓詰めてきてどうか、並んでゴール、1着の争い、2番太田か。後ろ攻めの4番手でレーサー残り2周回、赤羽のホームに入っていきます。先頭2番の中村幸之助、4番手7番の荒木が上昇です。まずは抑えて出ようというところなんですが、さあ2番中村、ここは一旦合わせました。7番荒木、
中村の気配を見て4番手で立て直してジャムの2コーナーに入っています。先頭2羽の中村幸之助、前受けから7番荒木を合わせて前に攻めて、さあこのまま先行するか。ジャンの3コーナーです。先頭2羽の中村幸之助、前に動いて、さあ7番荒木が助走をつけて、さあ4番手からかましてきました。ジャンの4コーナーから最終周回、先頭2羽車中村幸之助、前に行きますが7番車荒木隆博、さあ叩き切るか。両者先行のせいで7番の荒木が前段叩き切りましたが、さあ2番手、2番の中村もつれました。後ろは3番の坂本が7番の荒木を追いかけるが加工になりました。そして4番の鎌田が3番で切り替えて場から3コーナー入っています。さあかまし切った7番荒木が先頭、2番手は3番坂本栄一に変わっている。あとは4番の鎌田と5番の浦崎、4コーナーから直線、先頭7番の荒木隆博、後ろが3番の坂本、4番鎌田も来ますが7番荒木です。荒木が勝ちました。2着は4番の鎌田聡が突っ込んでいます。レースは残り2周回、赤馬のホームに入っていきます。先頭3番金沢隆二、金沢が前受け、4番の関谷哲平がまずは金沢を叩いて先制しました。6番の石井隆、7番という感じでまずはこの3番で乗って、3番の金沢隆二は下げて4番手でジャン前の2コーナーに入っています。先頭は4番の関谷哲平、関谷が赤番で金沢を叩いて先制しました。金沢は4番手、さあどこで動いてくるか。ジャンの3コーナーから4コーナーです。先頭今の関田哲平、後ろの様子を見ながら、さあ勝負。ジャンの4コーナーから最終周回、さあ3番の金沢がスパートです。合わせるような関田ですが一気に飲み込んでいきました。3番の金沢隆二前段叩き切って、マーク5番の丸山隆秀、3番手1番の大崎智久、ラインは3人がきれいにできりました。2コーナーからバックです。さあ一気にかましました。3番の金沢隆二、金沢が最終バック戦を奪いました。マークぴったり5番の丸山隆秀、逆転があるかどうか。3番で1番大崎で4コーナーから直線です。先頭は3番金沢隆二、マーから5番車丸山ですが3番金沢押し切ってゴールです。3番5番1番ライン3人できっちり決まりました。レースは残り2周回、赤馬の方に入っています。後ろから3番の鈴木光大上昇です。1番の板垣がどうでしょうか、突っ張るかどうか。踏み上げて3番の鈴木は一旦下がっていきそうです。ジャマイの2コーナーに入りました。1番の板垣座る、真由香からそのまま駆け寄るかという流れになっています。3番の鈴木光大無理をせずに4番手で立て直して、さあジャンの3コーナーに入っています。先頭1番の板垣座る、前行きの体勢からそのまま先行体勢に入るかという状況。さあ内をついてきました。3番の鈴木光大、さあ内です2番手、さあ4番の白川を一発持っていきつつ、さらに1番の板垣を叩くのか。レースは最終周回ちょっともつれました。1番の板垣と3番の鈴木光大、さあ両者が眼光ですが、3番の鈴木は叩き切って、1番の板垣は2番手に収まって2コーナーからバックに入ります。3番手4番の白川翔太、5番の柳光が4番手、2番の関は遅れて5番手で3コーナーから4コーナー、さあ逃げる3番の鈴木光大で4コーナーから直線コースです。先頭は3番の鈴木光大、はまって1番車板垣座る、板垣抜けてきました。2着に4番の地元白川です。1番4番